星会の報告は、イタリアの科学者、ガリレオ・ガリレイが1610年3月13日に出版した最初の書籍。ガリレオ・ガリレイがパドバ大学教授在任中に行った最初の業績を出版した書籍のこと。翻訳によっては、星会の使者とも訳されるが、日本では岩波書店から出版されている星会の報告が長らく知られているため、 そのタイトルのままにしておく。なお21世紀になってから、講談社より同盟で新訳が出ている。出版までの行きさつは、序文に書かれている。それまで言ってきた、研究活動の報告という内容であり、一部に誤色が見られる。しかしながら、科学的方法論によって書かれていることと、その文体の美しさからガリレオは、詩人とまで評価されている書籍でもある。 オランダで発明された望遠鏡の内容を示し、それを元にして望遠鏡を作ったことを図で説明している。その後、その望遠鏡を用いて月の観察を行ったことや、そのスケッチを記載。月の観察によって得られたデータを下にして、月までの距離や月の大きさの推論を行う。そして、オリオン座からプレアデス星団、オリオン大星雲の中にある星のスケッチ。 カニザのプレスベセ団ダンなどのスケッチを残している。さらに、木星とその周辺を移動する4つの惑星についての観察記録を残している。これらの観察記録に基づいて、地動説を提唱することになる。一部には証明できない内容も含まれていたが、風光の振り子による実験や高校差の観測を、はじめとして、現在では地球長籍の観測によって、証明された。 なお、完性の法則や運動の法則なども実験的方法で発見しており、ガリレオ・ガリレイの記述にあるアリストテレス的な世界観の持ち主とは違う。実証を重んじる現在の科学的方法論を実践した最初の近代的科学者と言ってもよい。重要な古典作品として扱われ、400年経った今日でも読み継がれており、科学啓蒙書の原点とも言える。 ありがとうございます。